あの時はまだ僕たちは同じ世界にいたんだね。生まれた瞬間から始まる無数の選択、選ばなかったもう一つの世界を人は平行世界と呼んだ。およみ、私と付き合ってくれない？え、どうして僕なんかに？恋人だから。僕が恋人？私は85離れた世界から来たってこと。君はこの世界のカズネじゃない。でも安っぽい君をくれ、くだらない話をしょれ。いやよ、ようやく会えたのよ。例えば世界に100の君がいて100の僕がいたとして、それぞれの世界でそれぞれの僕がカズネのことを愛してる。僕が愛した全ての君へ。そしてもう一つの平行世界では